京心深氏は、新末、中華民国の政治家。新大末期に地方官僚を務め、民国時代には北京政府で主に財務官僚として高官となる。また、暗記派に属し、一時は臨時国務院総理となった。字は、センス、先端。官生で卒業後にイギリスに留学した。日本、アメリカ、フランス、イタリア。 フィリピンなどで、公使館の随員となる。帰国後は、関東地府県署リアゼチに任命され、さらに、近隣警備道も兼ねた。さらに、雲南ン岸開弘道、雲南帝法師も歴任している。1912年以降、武将造兵省,省省庁、観光中国銀行行庁、賑やか部局、ただし弁、暗記省国税光備所所長、財政支視庁を歴任した。 1914年、安記省財政庁長長となる。1915年6月、北京政府財政部次長に昇進し、さらに使を、都務省、ただし弁も兼ねた。同年12月、ただし弁警戒局事務に任命される。1916年4月、賛成員賛成となる。1918年11月、安暗省省長に任命されたが、就任しなかった。 1919年1月、北京政府財政部総長権平成局、ただし弁兼造兵省総裁に就任する。同年6月から3ヶ月間、一時的に国務総理を代行した。1924年11月、断基随失政政府で内務部総長権、様子高水道討論委員会会長権にぎやか、無特弁となった。1925年11月、 初交通部総長となり、12月、正式に交通部総長に任命された。1926年4月、辞任している。翌年6月、8日張り講総統に任命され、12月、ただし弁京都ごと用を兼任した。晩年は、天津に居住し、銀行や保険会社で、当事長などを務めた。なお1942年3月、 南京国民政府の河北政務委員会から市議会議員として招聘されている。1943年12月、天津で死去。去年73。ありがとうございます。